はい、皆さん、こんにちは、トツです。本日はですね、また改変期が近づいてきてね、皆さんの方からツイッターの方に、ま、こういった作品がおすすめですよっていう DM が増えてきたので、ちょっとツイッターのね、DM とかでたくさんの方からもらっちゃうと、後でその夏アニメどういうのみんなからおすすめされてたっけって見直そうとしても、ま、どのやりとりがね、夏アニメのやりとりだったかっていうのが、ま、僕の頭ではわからなくなっちゃって、できれば一つの動画とかのね、そのコメントの中にみんなからね、こうおすすめしてもらえた方が、やっぱ見直しや すいいいしっってててうののもあって今回この動画配信させていただきますで夏アニメに関しては、まあ、僕の情報としては、まあ、続編ものが厚いっていうのは分かっているんですけども、まあ、この夏から始まるその新作のアニメ要は1期のアニメって言ったらいいのかなそこら辺に関しては、まあ、まだまだね全然調べてない状況なのでそれこそこの11話12話っていうアニメをねどんどん見ていって で多分リアクションスケジュールが半分くらいね、綺麗になったとこくらいで、やっとそっちに目向けられるって状況なんで、だいたい僕いつもね、まあ、他のリアクターの方はわかんないですけど、結構ギリギリね、こういう動画上げてると思うんですよ。というわけで、今回ね、先行して、ここの動画のね、コメントにぜひ皆さんのね、夏アニメおすすめ教えてください。そしてできればね、うまあ、くネタバレなくね、どうしておすすめなのかとか書いてもらえたら嬉しいですね。いつものコメントのね、 固定コメントのところにある注意欄があると思うんですがまあ、ジャンルとかは全然言ってもらって構わないんでえぜひ皆さんね、えー、脳みそをフル回転してネタバレなきねおすすめの文面書いてください <laughs> でまたちょっとさらっとこんなこと言うのもあれなんですけどもまあ、リアクションのスケジュール本数ねまあ、夏アニメに関しては大体1日2本くらいで考えていてまた土曜日とかは3本っていう予定でいるんですけども僕が今ね実はそのやっている仕事そちらをね7月いっぱいで辞めたいと 思っていますこれは前々からそのツイッターとか動画でもちょいちょい言ったかな。まあ一応イベントというか、まあ人が集まらないと成り立たない仕事っていうのをやっていまして、そこがちょっとコロナ直撃してね、まあ回復基調っていうのが、まあここ最近はあったものの、以前のようにっていう風にはいかなくなっちゃっていて、まあそういうのもあってね、多分8月から新規一転っていうね、そういうスタートを僕人生切らなきゃいけないことになったんですが、それにあたってね、まあちょっと一回この youtube のチャンネルもまあ閉じよよううかかななやめようかなっていうのも考えてはみたんですけどもまそれを大体3週間くらい前かなまあ1週間くらいかけて本気で考えてみてそもそもこのチャンネルを立ち上げた意義というか僕がやり始めたね目的っていうのは海外の反応とか見てていてまあ日本のアニメリアクターっていうのがね僕がリアクターになった時には全然いなくて日本人でねまあ楽しくリアクションしてくれてる人がいたらいいなっていうそういうのが見たいなって思う人も他 にいいいるんじゃないかなかって思いでまある意味今はねまあ、他のアニメリアクターっていうのも出てきている状況だし最初の目的っていうのは、まあ、ある程度ね僕は果たしたのかなとだからここで僕の目的っていうのはもう収支を打ったんじゃないかなっていうふうに、まあ、ここ最近考えてたところがあったんですよでまたその8月からねまあ、一体どんな生活が待ってんのかっていうのもわからないしじゃあ仮にこのアニメリアクターとして1本でやってけんのかって言ったら全然 そんななこともない状況だからただそれでもねやっぱそのチャンネルをやめようが何しようがまあアニメは僕は絶対にこれから一生見続けると思うのよでそれをまた楽しくね誰かと共感して話していきたいし僕は同世代がどんどん結婚とかしていってそのアニメを語れる人っていうのはさ周りはもうほとんどいない状況なんですよね そういった中で、本当に今の時代、こうやって SNS、まあ、YouTube とか Twitter 使ってね、いろんな人と、まあ自分の感情とか気持ちが共有できるっていうところで、まあ、ありがたいことにこの2年半でね、まあ、大体今1万2千人、もうすぐ1万3千人届きますけど、本当に多くの人と繋がることができて、まあ、いろんな感想をもらえたりとかしてるんで、やっぱそこはね、これからもね、みんなとそういうやり取りしていきたいなって気持ちが、まあずっと残っていて、これなくしちゃったら僕結構ね、人生空っぽになっちゃうなって、 と思いまして7月以降もねこのチャンネル、まあ、継続して、ね、やらせていただこうかなと決意しました。 そんな,こんなもねままあ自分の中でここ最近ありまして7月以降の夏アニメねまあ、今回募集させていただくんですがまあ、多分7月の半ば8月くらいから結構そのなんて言ったらいいんだろうな、まあ、プライベートの方がごちゃごちゃしだすと思うんでまあ、いつも通りの最初リアクションスケジュールっていうのは立てていくと思うんですけどもまあ、今期とかももしくはこれからの生活スタイルによってはね配信できる本数がまあ減ってしまったりっていうのはまぜ、あ、ひねご理解いただきたいなと思いますむしろねその 新規って、ね、ゲーム実況とかもやっちゃおうかなくらいの気持ちもあったりするんだけどねアニメの改変期だけではなく僕の人生についてもね結構改変期になっちゃったんですがぜひぜひこれからもねこのチャンネル応援の方をよろしくお願いします,ししますこれからも一緒にね見て楽しんでくれる人がいる限りなるべく長くねこのチャンネル続けたいと思っています改めてそこら辺をねほんと深く考える時期があったんでちょっとご報告させていただきました,以上動画しましたバイバイ